越前市市民バスのカラスのパン屋さんラッピング車用、カラスのパン屋さんは過去里市作絵の絵本。1973年に改正者の絵本シリーズ過去里市お話の本全10冊の第7巻として刊行された。泉が森のカラスの町にあるパン屋に4羽の赤ちゃんが生まれた。カラスの夫婦は子供たちの意見を参考にユニークな形のパンを たくさん作り、パン屋は大いに繁盛する。森に暮らすカラスの大群の一羽一羽が、表情豊かに描かれているとともに、カラスの一家が協力して作った、野菜、果物、乗り物、動物、おもちゃなど様々なものをかたどったパンを、見開きで大量に並べたページが子供に人気の場面として評価が高い。作中に登場するパンを実際に調理した様子を、記録した書籍も存在する。 累計240万部発行を記録し、過去サトシの代表作の一つに数えられる。2013年、成長した4話の若カラスそれぞれを、主人公に、続編が4冊刊行された。カラスのお菓子屋さん、カラスの八百屋さん、カラスの天ぷら屋さん、カラスの蕎麦屋さん。ありがとうございます。